ここでグーパートを入れていきます。この交代はどう見ますか？ちょっとチームの流れを変えたいというところですかね。セッター3人ベンチに入っている中で山形からグーパートに変えてきました。タイの選手です。それだけやっぱりこのグーパート選手を今シーズン中盤使ったのはソロ回転選手との相性が良かったというのが遠藤監督の中であったそうで、日本人セッターとソロ回転が合わない、グーパートとソロ回転は合う、ただ逆は逆で日本人セッターと日本人スパイカーの方が合うみたいな難しいところですよね。後ろから林、ここは笛が鳴りました。踏み越しがありました。12対9。重原のサーブ。で、2段。ソロ回転。ラスト、田中瑞稀のスパイク。でも打ち出しちょっと早かったですよね、はい、いいタイミングでしたね。田中のサーブです。セッター返る、グーパートからソロ回転、お二人になってソロ回転が今のちょっと低そうでしたよね、はい、しっかりね打っていきましたね、はい、渡辺です。サードアウト。小田選手のノーノー。ここまで聞こえてきましたね。この第2セットサーブミス3本のトヨタ車体、サーブミスがない JT。点差は4点になっています。サーフィー。しっかり決めていきました。少し離れたところ、縦の B のような形になりました。そうですね。セッター返る林、これも決まります。そして JT は2枚替えが入ってきます。柴田がサーブへ、そして前衛には喜多井が入ります。第1セットもこの2枚替えのところでリードが広がりました、うん、有効的な、ね、メンバーチェンジでしたよね。柴田のサーブ、バラキで切りました。はい、ね、どんどん、ね、ミドルを、ね、使っていけるといいですよね。サーブは薮田です。からグーパーで2、小畑が取ってライトのきついフィント、グーパーとはソロ回転に持っていきます。田中つなぐ、林、おブロックアウト狙いましたか。まだ難しいトスですよ、はい、遠いところからこのボールをしっかり見ながらぶつけていきましたね。荒木選手も、ね、思わず悔しそうに笑ってましたけどね。ここは林の上手さが分かったというところでした、はい、アタックの決定、 JT は1、2セットともキープ。トヨタ車体も決定はしだしてるんですが、そうですね、ちょっとずつ上がってきてるんですけどね。第2セットの車体はソロ回転17打数、渡辺3本、荒木2本、薮田2本、重原はまだスパイクありません。渡
こうセッター変わってリズムなどはどうですか。そうです、あのちょっとテンポが良くなってきてますよね。タイ代表のグーパートがセッターに入っています。27歳、相手コートにいるタットダオもタイの27歳。村永を入れます。ディフェンシブな選手です。ここは後ろを任せていきます。第1セットは選手交代を使わなかったトヨタ車体ですが、今グーパートに続いて村永も投入していきました。その村永のところ、杉原のスパイクを小畑が上げた。レフトから田中、小畑追いかけます、ね、斉藤。いや、杉原よく決めました。そうですね、あの2本連続ね、しっかりあのスイープできてますよね、はい、しっかり打っていきました。やっぱセッター変わるとね、あの攻撃のパターンだったりとかが変わってきますからね、うん、サーブは荒木です。田中のサーブレシーブからライトの筒井、ブロックフォローは田中、柴田つないで、ここも上がっています。グーパートからソロ回転でいく3枚ブロック、ブロックフォロー落としません。 JT 抜いていく、ここもソロ回転でいく、1本でソロ回転、ここはレフトへ回りになります。柴田フォロー筒井に持っていきます。抜いた、飛び込んだ村永、もう一本ライト、いや長いラリーでした。そうです、まあ、トヨタ車体もディフェンス粘りましたね。そうですね、荒木のサーブが続いています。バックアタック早いテンポで入ってくる、レフトへプッシュ、それが落ちます。今日の田中は17分の7決定率 41% です。JT 秋田川のサーブ、ここからブロードでいく渡辺、いいですね今のも、うん、さっきからこの回って長いところからのクロス方向決まってますよね。そうですね、ちょうどねセンター相手のミドルが遅れてきたところですよね。ライトへブロックポイント、トヨタ車体いい雰囲気になってきました。そうですね、遅れてきた方渡辺選手ね、動かされて2段になります。ちょっと近い、トヨタ車体ソロ回転、タッチあります、うん、追いつきました。トヨタ車体17対17、3連続得点です。ここでドルーズモミーを戻します。まだドルーズはバックです。どう使うか、タップダウンでいく、グーパートはソロ回転、林つなぐ、ここは難しい、
村永グーパーとライト ソロ回転に打たせて、ここをソロ回転に打たせる。ドルーズのバック強烈、戻ってきたモミードルーズで最後決めていきました。これでドルーズが前に上がってきて、モミードサーブです。モミーが取る、丁寧にドルーズへライトフォローして、そうですね、今のはあのプレーしかできないですもんね、はい、なんとかねフォローしてあげてほしかったですね、今日はソロ回転が14得点、渡辺5、荒木さん、矢田さん、柴田、重原が2、両レフトが得点がまだあまりできてないですかね。そうですね、このレフトの決定力不足というのはトヨタ車体のここ数年の課題なんだと伊藤監督も話します。グーパート選手の使い方としては結構ソロ回転に多めに上げてる感じですか。そうですね、やっぱり上げやすいというのと、決めてくれるというのもね、もちろんありますよね。サーブはモミーです。ライトから杉原ワンタッチ、2段になって田中、しっかり開いて2段パスを打っていく。ストレート側最後に、ね、しっかり見てますね。モミーのサーブ、ソロ回転のワンレッグ、レッグアウト。今のも面白い攻撃ですよね、この使い方ができると何がいいですか。やっぱりレフトだけで待ってるんじゃなくて、ああいう動きが出てくることによってブロックが、ね、絞りにくくなってきますよね。前衛に上がってきたところで矢蓋が戻ります。トヨタ車体です。サーブは杉原、田中が取る、モミーからドルーズ、フェイント空いているところ、はい、ドルーズずっと、ね、今まで強打で行ってましたからね。その渡辺のサーブです。2点差。小畑が取って、なんとかつなぐソロ回転。このフォローした田中、イランパス林、これを思い切って打っていくがタッチをなした。選手たちがチャレンジを要求しています。JT からのチャレンジです。ただいま JT チームの方からブロックタッチに関するチャレンジの要求がありました。ブロックタッチに関するチャレンジです。チャレンジは1試合につき3回失敗するまで使い続けることができます。ご覧の5項目のうち丸2番のブロックタッチについて、この田中ナイスディフェンスでした。そして小畑をつないだイランとし、それにしても迷いなく打っていった話です。タッチがあるかどうかというところ、判定の結果はノータッチです。ノータッチでした。チャレンジ失敗です。従いまして残り回数は2回です。
今ね、でも GT の選手全員がねすごい自信持ってワンタッチ、うん、ワンタッチ言ってましたけどね。 JT のチャレンジは残り2回となりました。21対20。渡辺のサーブ、右からトップダウン、その回転、うん、この顔方向を拾った渡辺、そしてグーパートからのソロ回転クロス、ロックの内側ですね、うん、トヨタ車体3連続得点、追いつきました。 JT がタイムアウトを取りました。両サイドも8得点、さらにミドルも4得点、バランスいいですね。そうですよね、強く点数取れてますね。さあ、トヨタ車体が追いつきました。サーブは渡辺です。もみしっかり潜る、1本目グーパートが拾う、上げた、ドルーズ、JT はここで目黒が入ってきます。タットダウンのところにサーブから入ります。目黒のサーブ、セッター返る、あっと、ちょっと、最後回転、うまく処理しましたね。そうですね、近めのボールをソロ回転が決めました。小畑のパス、帰ってドルーズ、スパイクは入っています。やっぱり、ね、この点数だったらね、あと上がりますよね、はい、いっぱいですね、はい、サーバードルーズ、目黒のリグから林が返します。グーパーとレフトへ、やめた、いいところに目黒がディフェンス、ドルーズ、 JT は代わって入った目黒がそのままディフェンスでも貢献しています。セットポイント JT、 24対23。トヨタ車体はブレイクできるか。小畑、モミーからドルーズが来る、最後はドルーズで仕上げました。第2セット、トヨタ車体もいいところまで追い詰めましたが、25対23、セットカウント2対0となっています。本当に追いついたところまで来たぞと思ったんですけれどもね。そうですね、あの多分